フラワーアーティストの前田由紀です。愛工務店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今日は加古川南営業所にお邪魔しています。すごく道路沿いにあるので本当に広々とした空間なんですが、実はこの近くに国宝にもなっている歴史ある覚林寺というお寺があって、今回のこのお家はその景観も大切にしながら作られているということです。この黒い部分がプレセットタイルになってるんですが、この上側は塗り壁があしらわれていて、軒天も木目調になっていて、和の雰囲気をどことなく感じさせる外観になっています。中を見ていくのがとても楽しみです。早速行ってみましょう。こちらの玄関は横に広さが取られていますが、なんといっても見どころはこの奥なんです。よかったらこちらまで見てきてください。このように土間スペースになってるんですね。でテーブルと椅子も置かれているという作りなんですが、これまでも土間スペースあったんですけど、やっぱテーブルがあると作業もできるので、私のように花を仕事にしてるとすごく便利だなと思いました。でこのお家もガーデニングが趣味の奥様がここでこう植物の手入れをされる想定でこんな感じで作られてるんですが、もう一つ有効ボードに自転車もかけられていますね。先ほども言ったようにお寺の覚林寺のそばなので、お寺の周辺をサイクリングして回ったりするのを想定してこのようにしつらえられているそうです。自転車もスペース直置きもいいんですけど、こうやって有効ボードでかけると収納しっかりできていいですね。そしてこの土間なんですが、まだまだ先まで続いています。すごく広いですよね。でこちらがシューズクローゼットになっていて、この奥に収納と手を洗えるスペースがついています。でここも上がれるようになっているので、ここから上がっていきたいと思います。ここの作りのすごく便利なところが、買い物から帰ってきてここ上がってすぐにこのパントリー収納があるので、ここに買い物したものをバンって置いて家の中に入れるんですね。本当に便利です。そしてこのパントリーのすぐそばにキッチンがあるという作りになってるんですが、こちら側がキッチンの壁側の収納ですね。こんな感じで見えないけれども、こう開けると収納になっているという作りで、ここにも買ってきたものしまえるので本当に便利にさっとしまって家に入れるっていうのはいいですよね。あとお客さん来た時は閉めてしまえばもう本当に散らかっててもわからないので、本当にありがたい作りです。今回はアイランド型のキッチンですね。フロート型といって、ちょっと足元が浮いて見えるデザインで、とてもおしゃれで洗練された雰囲気になっています。今回のこのキッチンのコンセプトは、コーヒーを楽しめる空間ということだそうです。もう本当にね、コーヒーこだわって集めたコーヒー豆やコーヒーミル、そして、ね、カップなどがあるんですが、実はこのコーヒーを飲んで楽しむだけじゃない活用の仕方があるんです。こちら側のおしゃれなボードなんですけれども、見た目にはわからないんですけれども、ここは使い終わったコーヒー豆を再利用して素材として作られたボードなんだそうです。再生素材を生かしてこういうデザインにしてるんですね。私もコーヒー豆すごく好きで、よく堆肥に変えたりっていうのを家でやってみてはいるんですが、こういう使い方もあるんだなと勉強になりました。もう本当にね、お家作りの段階からサステナブルな素材を使うというのもすごく素敵な選択肢だなと思います。あとはこのボードの特徴として足元を見てください。通常だとお家の中ってこの足元の部分に幅木というものがこうガードになるように敷かれているんですけれども、まあ、これはすごく丈夫な素材ということもあってすっきりしたデザインになってますね。そしてこのボードはこの裏側が玄関になっているので、この入ってきた時にパッと見える空間のすごくおしゃれなアクセントにもなってるんです。いや、この素材すごい使ってみたいなと思います。で
ではこちらに行きましょう。ここがリビングルームになっています。ダウンフロアで少し広々とした感じがするんですが、なんといっても2階まである吹き抜けが本当に明るいですね。もう窓から光が降り注いでいて、すごく明るくて開放的なリビングルームです。そしてこのリビングの特徴、すぐ後ろにこのようなハーフ収納があるんですね。今日子どもたちと来てるんですけども、ずっとここで子どもたち遊んでました。本当にね、お子さん小さいうちはここで子どもたちを遊ばせて、で大きくなっていったらここはもう収納として閉めて使うようなのも便利なのかなと思うので、こう家族構成や成長に合わせてこう使い方を変えていけるスペースだなと、とても便利だなと思いました。ではこちら側見ていきましょう。ここに階段があって2階につながっています。そしてここがダイニングテーブルですね。まあ、ここいろんな椅子が置かれているんですが、いろんな組み合わせを楽しむのもとてもおしゃれでいいですね。そしてこちら側見ていきましょう。ここが小上がりになっている和室ですね。ですごく障子が使われていたりと、和の雰囲気がたっぷり楽しめる場所なんですが、間接照明をこの上がっている部分に入れているので、すごいおしゃれに作られてますよね。こういう一工夫で空間がぐっと素敵になるのが参考になります。ではキッチンの裏側、水回り見ていきましょう。こちらが独立した洗面台になっています。いいなと思ったのが、パウダースペースがちゃんと取られているということですね。ここでお化粧をすることができるっていうのはすごい嬉しいです。で奥にお風呂場と脱衣スペースとランドリースペースがあるんですが、このお家の特徴は、ここで洗ったものをすぐこちら見てください。先ほどの和室とつながってるんですね。なので洗ってきて、それをこの和室でこう畳んで、ここに収納することができるっていう、すごく便利な作りなんです。なのでこう和室は和室だけだとこう使うシーンって限られてると思うんですけど、家事の助けにもなってくれる、すごいいろんな活用ができる和室になってます。では階段の方戻っていきましょう。ここから上の階に上がっていきます。この階段途中のスキップフロアのスペースはワークスペースになっています。先ほどのハーフ収納のちょうど上にあたるんですね。でここで子どもたちが宿題をしたり、大人は仕事をしたりっていうのが思い浮かぶんですけども、先ほどのリビングからの吹き抜けの明かりも、ここ内窓で明かりが取れているので、すごく明るい空間になっています。では2階に上がりましょう。ここは階段が続いているんですが、まずは2階のフロア見ていきましょう。で先ほどの吹き抜けの空間も、ここもすごく素敵ですね。まずここが寝室になっています。結構寝室、落ち着いた暗めの色味のところも多いんですけど、ここは明るくて、逆にそれがすごく素敵ですね。このクロスもタイル調のものを使ってたり、こう板を貼り付けていて、この空間の作り方がとても素敵だなと思いました。あとこちら側もちょっと腰掛けられるベンチがあったり、カバンなどを引っ掛けられるこう工夫がされていて、結構こだわりの詰まった寝室になっています。奥にクローゼットがあります。はい、L字型でたっぷり収納できますね。これだけ広いとここで着替えたりもできるので、家族に見られずに着替えられていいなと思いました。では隣の子供部屋の方も見ていきましょう。はい、こちらです。こちらが子供部屋です。このクロスも本当に可愛いですね。将来子供たちがもうちょっと大きくなったら、こんな部屋にしてあげたいなと想像が膨らみます。今回のこのお部屋、ちょっとした工夫がしてあって、ここを見てください。
ここはピーリング剤といって半分はクロスなんですが、この下の部分が木になってるんですね。でこれだと結構おもちゃとかでクロスが傷つきやすかったりするのを防ぐことができるので、こういう作りになってるそうです。見た目も可愛いですし、すごく役に立ってくれそうな素材ですよね。では階段に戻りましょう。この建物は2階建てなんですが、階段は上に続いているので行ってみましょう。ここが階段上がった 2.5 階の空間なんですが、まだ先が続いていて、ここがシアタースペースになっています。まあ、小屋裏の収納として大きめのものをバーンってしまえそうな空間ですね。あとこちら見てください。ここがすごい屋根の作りもすごくよくわかるんですが、本当に屋根の中という空間ですね。普段はこの施設では打ち合わせに使われているそうなんですが、まあ、この屋根裏のこの空間を利用してワークスペースにしたり、子供部屋を作ったり、いろんな使い方ができそうです。本当に空間の工夫が感じられる一角ですね。では下に戻りましょう。はい、ということでルームツアー回ってきましたが、皆さんいかがでしたか？今回のお家すごく広々としてて、いろんな空間の工夫が感じられて、ここに住めたら本当に快適だろうなと思いました。特にね、この後ろのハーフ収納、うちの子供たちも本当にここでよく遊んでたんですけど、ここと上の空間の使い方もやっぱり勉強になりましたね。あとはやっぱりサステナブルな素材を家作りに取り入れてるというのがすごく共感できて、今後家を建てるときにはそういう選択肢を持てるとすごくいいなと思いました。今回はいろんな色味のかすみ草を集めたんですね。ちょっとグラデーションあるだけでもすごい可愛いですよね。そしてアクセントになるようにスモークツリーもドライフラワーになったものを入れてみました。同じかすみ草でもグラデーションがあるだけですごく可愛いので、白のイメージが強い方も多いと思うんですけど、ちょっと色がついたものを飾るとインテリアにも馴染みやすいと思います。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではさようなら。